ちゃん幸喜です。はい、正直内山さん、この重みのある雰囲気をどうしようか迷ってませんか？はい、はい、そうね、娯楽作をねこれから紹介していくのにっていうところはあると思います。よろしくお願いします。重みのある厳かな感じもエンターテインメントにはね必要な要素だったりするかと思いますが、そして、続いてはこの方、ずいぶん昔にあったかなという感じで、うん、すごい数のメディア出演、うん、すごい高校生たちだなというふうに。もうね、高校生と言いつつ、はい、気軽に言っていいことか分かりませんけど、ほぼプロのような。プロでした ね、はい、そう聞かせていただいたわけですが、うん、楽しみですね、そういう機会があったら。そうですね、はい、1500万回を超えているそんな高校生たちいるんだっていう感じですけどね。いやー、はい、すごい、はい、ぜひ公式 YouTube チャンネルもチェックしてみていただきたいと思います。ちなみに内山さんは、はい、ピアノとかっていうのは、はい、弾ける？小さい頃習っていたんですけど。あ、習ってたんですか？はい、やめました。やめまあね、声優さんになられてますもんね。はい、習い事の一つとしてやってましたけども全然上達せず、うん、見て、はい、今なんですかね、こんなところが大変とか実感していることって何かありますか？なんか今オリジナルアニメの難しいところなんですけど、はい、先ほどの内山さん演じていただくタクトのこうピアノが全てと、ピアノバカっていうところなんですけれども、いやいやいや、それはそれはそういうわけではない。横向いてこっち向いてくれることが多い気がすごい。思い込みです、それは。タクトはでも結構なんだろうな、はい、気分、そうですね、寄ってます ね、うん、ね、車で移動したりとかしました？いや、もう本当ホテルと会場ぐらいで、そんな大きな移動はなかったですね。伊藤さん気持ちになりますすいません、ね、今正解っぽいのが出たピアノしかないですよ、ね、これはかっこいい、すごい、そういう感じ。じゃあ混じり合おうと、まあ、この作曲者、まあ、分かる、自分の国の、はい、自分の国のなんとかの、ん、自分の国の運命を確かに自分の国の運命、国のまあこれもちょっと難しいかな。じゃあちょっと頭が疲れましたね勉強になった